1956年第1区章に5月15日から2015年7月2日は日本の写真家、静岡県出身。写真家の大竹歩美は幼女。人物を撮影した写真が中心である。特に女優など、女性のポートレート写真が多いが、報道写真、ヌード写真など幅広い分野での活動を続けた。1920年静岡県小笠郡大塚町に生まれる。 中学生の頃より、朝日カメラなどのカメラ雑誌に、写真の投稿をはじめ、コンテストへの入選を重ねる。10代の後半には、有望なアマチュアカメラマンとして、著名になった。1940年中国上海在住のおじを、頼りとこう。上海の東和道文書院に入学する。この年、学徒王将。百四十二年応募した写真が、農林大臣賞と、 読売新聞社賞を同時に受賞する。1944年軍報道部、憲兵司令部で報道写真を担当し、北京大使館報道部付けとなる。この時、加藤京平、林田田彦などとともに、北京大使館の外閣団体、河北広報写真協会設立に協力する。百四十五年中国から東京に復員。翌、百四十六年には、 連合国軍装司令部報道部の食卓となる。1949年、秋山翔太郎、稲村高正らと日本青年写真家協会を結成する。1950年インプ社東京支局の写真部長となるが、自民宿小となったため退社し、フリーカメラマンとなる。1951年再刊された朝日カメラで、 世界の一流音楽家の連載写真を担当することとなり、以後、このシリーズは5年間連載された。1953年、秋山翔太郎、林忠彦らと共にに加会写真部の創立会員となる。1970年、愛信区社を設立し、以後8年間社長を務める。1974年、松本清張原作の砂の器が映画化された際に教授役で、 特別出演した。また、同じく、松本成長原作の映画、悪い奴らでも、部長刑事役で特別出演した。有名人の手相、人相などの運勢判断も行い、関連のテレビ出演や一般向けの著書も多数。ミスユニバース日本代表だった、折作美猫は大竹に指示し、その後写真家として独立した。2003年に加海写真部理事長。 創立会員となる。2000年、平成12年以降、出身地である静岡県に多数の写真を寄贈。県は2015年現在320点の写真を収集、所蔵している。2015年7月2日、震源性脳促線症のため死去。95歳没。9月3日に東京プリンスホテルでお別れの会が催された。ありがとうございます。